アイルランド国鉄2800系機動車は、アイルランド国鉄が所有する機動車の一形式。東急車両製造が製造を手掛け、2000年から営業運転を開始した。東急車両製造から導入した2600系、機動車を使用し1994年から営業運転を開始したダブリンと近郊都市を結ぶ機動車通勤、近郊列車アローは、 利用客から高い評価を受け、1998年に GEC アルストム製の2700系機動車を輸送力増加を目的に27両導入した。だがそれ以降もアイルランドの高景気を受けて利用客の増加が続き、特にアッサユーの輸送力増強が課題となっていた。そこで再度等急車両製造へ発注を行ったのが2800系機動車である。 車椅子スペースや車椅子対応トイレを設置した奇数番号の車両と未設置である偶数番号の車両による二両編成貫通扉やホロが設置された戦闘部暖房装置の設置アイルランド標準の大荷重付け自動空気ブレーキの搭載など基本的な構造は2600系と同様だが内装外装において UIC 及び BS 新規格に合わせた 交通弱者や安全への配慮がより考慮された設計になっているのが特徴である。車体は2600系と比較して、さらに強度を高め、事故の際に乗客や乗務員の安全性を高めるため、クラッシャブルゾーンを車体の各部に設置している。座席配置は集団見合い式の2人掛けクロスシートで、中央部や車端部はボックスシートとなっている。期間は、 カミンズ製のものを導入し、変速機は変速1段、直結2段のトルクコンバータを採用する。2機設置されている電源装置は暖房使用時の負荷を考慮して自動運転機能を搭載し、負荷が軽減する下機には1台のみ使用することができる。保安装置として、車内信号装置やデッドマンビジランド装置に加え、軌道電流を監視することで、 電流断絶によるレール状態の悪化を感知できるとか装置が設置されている。また、列車情報を連続的に記録するモニター装置も備わっており、記録されたデータは外部から確認することが可能である。2000年から営業運転を開始し、それまで使用されていた機関車県員の客車列車を置き換えた。搭乗時の塗装はオレンジ色を基調に黒。 白の帯が入るものであったが、2003年にあろうが、コミューターへブランド名を変更したのに合わせて、塗装が変更されている。2019年現在もコミューターの各系統で営業運転に就く。10編成20両が製造、輸出されたが、うち2編成が事故によって廃車されたため2019年の時点で8、編成16両が在籍する。ありがとうございます。